ウィリアム・ジョーンズ、サー・ウィリアム・ジョーンズ、サー・ウィリアム・ジョーンズ、1746年9月28日から1794年4月27日は、イギリスの裁判官、東洋学者、言語学者、イギリスによる初期のインド研究を担ったことで知られる。ジョーンズは1746年に、ロンドンのウェストミンスターに生まれた。父は、ウェールズ人の数学者で、 ニュートンやハレーの友人だったが、ジョーンズが幼い時に死亡し、母から教育を受けた。ハーロー校を経て、1764年に、オックスフォード大学ユニバーシティカレッジに入学した。1765年から5年間、幼いジョージ・スペンサーの家庭教師として教えた。早くから語学に才能を示し、ラテン語やギリシャ語などヨーロッパの古典語を含む、諸言語のほかヘブライ語、ペルシア語、 アラビア語を学んだ。アラビア語はシリア人のミルザーを個人的に雇って学んだ。1768年に学士、1773年に修士の学位を得た。東洋学者としてはデンマークオークリスチャン発世からの依頼でナーデルシャーの伝記をペルシア語からフランス語に翻訳した1770年の川切りにハーフィズなどの詩の翻訳や ペルシア語文法などの著作を出版した。1772年には王立学会のフェローに選ばれた。しかし、その後は生活のために法律の職業を選び、1774年にミドルテンプルの法廷弁護士の職に就いた。庶民員に立候補したが、アメリカとの戦争に反対したり奴隷制度に反対したことがリベルすぎると考えられたために失敗した。 ベンジャミン・フランクリンと交友うう関係があったことも問題にされた。法律家としての著作には北家法に関する小論1778年が知られる。この間に東洋研究を止めたわけではなく1783年にはイスラム改善、いわゆるジャーヒリーア時代のアラビア州を翻訳している。ジョーンズは1778年以来ベンガルの 裁判所判事の職に就くことを願っていた。当時のインドの裁判にはペルシア語が使われており、ペルシア語と法律の両方に通じたジョーンズに適した仕事であったが、やはり政治思想の問題によりなかなか認められなかった。1783年にようやくナイトの借位を送られ、軽かった、コルカタに、イギリス東インド会社の雇用による上級裁判所の判事として任した。 翌1784年にベンガルアジア教会を設立し、その後没するまで教会の会長であった。サンスクリットを学び、マヌホーテンやシャクンタラーの翻訳を出版した。1786年、サンスクリットが古典ギリシャ語やラテン語と共通の起源を有する可能性があることを指摘し、この研究成果は後に西欧社会に大きな反響を呼んだ。 1794年、カルカッタで死去した。没後の1799年に6巻からなる著作集、1801年にはさらに2巻の本位が出版された。1804年に、ティンマス男爵、ジョン・ショアによる、電気、書簡や未交換の文を含む2巻が出版され、1807年には、以上を含む新しい著作集、全13巻が出版された。 ジョーンズの最もよく知られる業績は古代インドの言語と文化を西洋に紹介したことである。ジョーンズが1785年にサンスクリットを学んでから1794年に没するまでにはわずか9年しかなく、しかも裁判官としての公務の間に行った仕事であったにもかかわらず驚くべき量の業績を挙げた。ジョーンズはカーリダーサのシャクンタラーを サコンタラの代で1789年に翻訳した。ゲオルク・フォルスターは、ジョーンズ役のサコンタラを1791年にドイツ語に重役し、これがゲーテに影響を与えた。他に、ヒト・パデーシャ、ギータ・ゴー・ビンダ、ベーダの一部を翻訳した。ジョーンズは、インドの法律の現体系を知る必要があるとして、当時行われていた。 ヒンドゥー法とイスラム法のダイジェストを作る事業を1788年に開始した。この事業はジョーンズの生前に完成することができず、作業を引き継いだヘンリー・トーマス・コールブルックによって完成した。しかしジョーンズはマヌの法典とイスラムの相続法の著作を翻訳することができた。ジョーンズは1786年2月2日、カルカッタの学会で発表した。 オン・ザ・ヒンドズ、インド人についての中で、サンスクリットについて以下のように述べた。この箇所は公園全体の中で特に重要な位置を占めておらず、またどのように類似しているのかという例は何も示されていない。ジョーンズ自身はその後もこの予想を実証しようとすることはなかった。にもかかわらず、後のインドヨーロッパ語族の比較言語学の発展を 促すこととになった発言としての歴史的な価値を持っているこの講演は、ベンガルアジア協会の解放として1789年にカルカッタで創刊されたアジア研究誌に掲載され、初めて一般の目に触れた。同誌は、ウィリアム・ジョーンズを含むイギリス東インド会社に雇用された学者らの研究成果をヨーロッパに伝えている。しかし、ジョーンズの推定が、 比較言語学という学問となって育ったのは、イギリスではなく、19世紀のドイツにおいてであった。なお近代比較言語学のきっかけ自体は他に、洗礼があり、有名なものでは、オランダ人のファンボックスホーンが1767年に、やはり、インドで、ラテン語とサンスクリットの類似性指摘しているが、これは、宗教的な共通性を感じたというだけで、 手紙自体は1808年に公開された。また、インオー語以外では、ジョーンズ以前にによる、ハンガリー語とラップ語の比較、1770年という、かける的な業績がある。ジョーンズは1790年に発表した、インドのチェスゲームについてという論文で、シャトランジという語が、サンスクリットのチャトランが、軍隊を構成する像、馬、戦車、 不評の四つの舞台に源することを述べた。ジスはインドに起源を持つという説はすでに十七世紀にトーマス・ハイドによって述べられていたが、ハイドの時代にはサンスクリットは知られていなかったのでチャトラガにたどり着くことはできなかった。また、ジョーンズは四枚の王を持つダイスゲームとしてのチャトランガ、ナイシチャトゥーラージについても報告した。ジョーンズ本人は四人制のチャトランガは新しいものと、 考えたが、二人制と四人制のどちらが先に作られたかは後に多くの論争を引き起こした。なお、ジョーンズは早くからチェスを好み、大学にはいる前の1763年にチェスの女神であるの詩を作っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。